回してなかったとか、今拭くのに止めたんだ。何の話したっけ。あ、そっか、メガネ拭きね。まあそう、レンズね、拭くのに、まあ私の場合ね、自分がねメガネかけてますから、メガネ拭きね、持ってるんでね、メガネ拭きでそのまんま拭いちゃってるんですけど、他の人どうしてるんでしょうね。まあレンズクリーナーだからメガネ拭きで持ってるっていう人もが一般的なのかな。スマホで撮ってる人だったらね、もうわざわざそんな持ってなくてもいいでしょうし、それかビデオカメラ用のやつみたいなやつとかあるんでしょうかね。まあ使ってるカメラもね、人によってセンサー万別ですからね。今このハンディカムでやってる人の方のが多分少ないですもんね。まあ、うちはどうしても長尺ね、長いこと回すことが機会が多いんで、そうするとねバッテリー交換で、タフにね撮れる、こういったハンディカムの方のが、都合がいいこと多いですね。GoPro とかだとね、被写体映像とか撮るときも、まあ、固定とかすればね、非常にいい映画撮れるし、逆にいいんですけど、ハンディカムの場合こいつ自体の重さと横の長さがあるんでね、でバッテリーの重さとかがあってね、その分ちょっと重たくはなるんですけど、逆に車載の場合このまま置いてあればね、そのまま車載映像を撮れるんで、特にクッションとかだけねちゃんとしとけばね撮れちゃうんでね、案外、ユーティリティでいいんですよね、そのあたり。ちなみに前乗りかな、後ろ乗りかな、三鉄初めて乗るもんな。他に書いてあるかな、手間割り品についてとか書いてないな。いいですね、こんなところにもちゃんと予算がいるのがいいですね。で、ポスターはどこだっけ、西舞鶴とかあの辺りで売ってるってなってたっけ。今書いてありましたね、富士山駅のところに。一応あれですね、持ち去り防止のためにちゃんと貼ってありますね。いいですね、イラさん眺めながら待っておれば。あ、もうこれはもうね全然ご褒美でございますよね。そうですね、のユラね、地味になってる由来は由良川ですか。この辺りももう川が流れてるはずなんですが、あっちか、綾部駅の方あたりから流れてたっけ、由良川はね。そうで、舞鶴があってね、舞鶴は動画の企画で行ってますよね。あの時は特急舞鶴号で行ってるから、こっちの方じゃなくて綾部から折り返して、舞鶴方面に行くね、舞鶴線の方でね行ってますからね。あの時はもう一応あれか、アーカイブで作りましたね、1回分にしてね、まとめて、そう、あれはんちゃった祭りか、非公式のね、アンオフィシャルの、カンコレの同人イベントのやつにね、ちらっと見てきましたよっていう時でしたけどね。まだコロナ前だったんか。そっか、そうですよね。ですから、気兼ねなくね、お酒も飲んでとかってできてましたけど、そうだ、コロナ前だったんだもん、あれ。そっか、そんなに経つんだな。しまった、俺小銭用意してあったっけ。あ、駅前いろいろありそうかな。あれ、コンビニはない案外コンビニはなさそうだけど、まあまあまあ、なんとかなりそうかな。まもなく列車が参ります。
ただいま、マキです。あと2分ほど停車いたします。